ちょっとあんた、なんで今月も仕送り30万なの？お母さんはね、病気してるし腰痛だってあるんだよ。あんたは水商売してるんだから金あるだろうが。母親を思いやれないなんて、あんた鬼みたいな子だね。もっとよこしな。お母さん、ごめんなさい。でも30万って十分じゃないかしら。それに水商売といっても私だってもう若くないのよ。今は不景気だし。あんたはやっぱり常識を知らないんだね。まあろくに勉強もしないで水商売しかやってないもんね。はい、ごめんなさい。まったくバカな女だよお前は。病院に通って生活してたら30万なんかじゃ足りないんだ。それをね、母さんはお前のために30万でなんとかやってるんだよ。母さんの気持ちがわからないのか？まったく鬼みたいな子だね。お母さんごめんなさい。でももう限界なの。私も最近すごく酔っ払うようになっちゃって、記憶をなくしてしまう日もあって怖いの。私ちゃんと働くから、お昼の正社員探すから、なんとかもう少し節約してもらえないかな。この鬼め、鬼娘め。私は母子家庭であんたを育てたのに、どんなに辛い時だって涙を見せずに頑張ってきたのに、待っているのはこんな仕打ちかい。ああ、もうこの世から消えた方がいいんだね。そうなんだね。あんたは私のことなんかどうだっていいんだね。お母さん落ち着いて。そういうことじゃないの。私だってお母さんのことはとっても大切よ。自分の体が動くのであれば頑張って働きたい。でも本当にもう無理なの。あんた、嫁に行きなさい。嫁に？そうね。行ってお母さんに孫を見せてあげたいわね。でも今はお付き合いしている人もいないし、当分は無理かな。何言ってるの。あんたみたいなバカが見つけてくる男はね、どうせ底辺に決まってるんだから、あんたの金を食い尽くす寄生虫なんかいらないんだよ。そうなのかしら。まったくあんたは常識ってものを知らないからね。母さんがいなくなったらお前はダメになるね。人に騙されて食い尽くされて終わりだよ。うん、実はね、当園で嫁を探してる人がいるんだよ。その人は身寄りがなくてね。まあ嫁って言ったって恋愛しろってことじゃない。身の回りの世話をする女中が欲しいのさ。ま、契約結婚ってところだね。お母さん、その人はどんな人なの？私好きになれるかしら。何言ってんだ、水商売までしてるくせに。男は金だよ金。60代でね、残念ながらまだまだ若いよ見た目も。で、会社の経営者なんだ。金持ちだよ、財産がっぽり。仕事ばかりの男だからね、お前が落とすんだ。ちょっと待ってよ、60代って私まだ30代なのよ。お前20代から15年も水商売やってるだろ。そんな女でも金持ちの嫁になれるんだ。それに年上なら年上なだけいいじゃないか。その男が先に行っちまえば、財産は全てお前のものだよ。そんな、私やっぱり無理よ。お見合いみたいな感じで会ってみるくらいならと思ったけど、60代の人はさすがに無理だわ。だって父親くらいの年齢じゃないの。うるさいね。お前は私に従っていればいいんだよ。そんな、私の名前はヨメコ。商店街の八百屋に嫁いだ平凡な主婦です。この商店街はすぐ近くに飲み屋街があるんですよ。そこでホステスさんをしているあずさちゃんは私のお友達。でも最近はなんだか辛そうで、彼女は長く水商売をしているのですが、そのせいで体を壊してしまっているみたいです。以前からあずさちゃんのことは気になっていました。なぜなら会話の内容がほとんどお母さんのことなんです。いつもお母さんの機嫌を伺い、そのことばかりを心配しています。以前、あずさちゃんは母親が自分のすべてだと言っていました。本当にそうなのかな？あずさちゃんの体調も気になってしまい、少し会うことに。そこで結婚することになりそうだと聞かされびっくり。もう相手にも会って話が進んでいるんですって。私は後悔しました。もっと早くあずさちゃんに向き合っていればよかった、と。おい、おいブス、あんた何なの？何様のつもりなの？今月の仕送りが遅れてるだろうが、この脳なし。
15年間毎月30万ポッチの仕送りしただけで調子に乗るなよ。お前は金のために産んだんだ。早く金を送れ。金持ちじじいに突げ。あなたは母親じゃない。え？おいこのクズ、お前誰に向かって生意気言ってるんだ。お前は私がいなきゃ生きていけない寄生虫のくせに。こういう言い方はしたくないですが、あずさちゃんに寄生しているのは春江さんの方ですよね。ずっとずっと呪いの言葉をかけ続け、搾取し続けてきた。あずさちゃんにはあずさちゃんの人生があるんですよ。はぁ、あ、何言ってんの？自分のことあずさちゃんって、あんた気持ち悪いよね、本当に。私、ヨメコです。あずさちゃんのスマホ預かってます。ヨメコ？ヨメコって、あの八百屋に嫁いだ？あ、あらあら、ヨメコさんどうしたの？え、何？もう演技しなくて結構です。春江さんの本性は分かっていますから。本性？春江さん、あずさちゃんには自分の人生があるんですよ。なのに、どうして分かってあげないんですか？ああ、あずさが何か言ったのね。あのね、嫁子さん、あの子はちょっと頭がおかしいのよ。あなたはちゃんとお嫁に行ったけどね。結婚もできずに水商売でダラダラ働いて。人の気を引くようなことばっかりしてるんだわ。さっきひどい LINE を送ってきましたよね。それはね、私たちは親子だからよ。ほら、私たちはね、他の親子に比べて口が悪いの。でもこれは親子だからこそ。そういえば嫁子さんって施設で育ったのよね。親のいないあなたにはわからないと思いますけど。あなたは本当に曲がった人間ですね。何？嫁子さん。あなた本当にダメな人ね。まあ、あずさの友達だものね。常識知らないんだわ。常識を知っている人は、15年間毎月30万も仕送りさせませんよ。それに、なんだかんだ理由をつけて、他にもたくさんお金要求しましたよね。水商売だからって、ものすごく稼げるわけじゃない。あずさちゃんは古いアパートに住んで節約して、昼の仕事も掛け持ちして病院だって行かないで、そうやってあなたのために頑張ってきたんですよ。親のいないあんたに何がわかるんだ。子供っていうのは親のために存在してるんだよ。私は親になったことがないので親の気持ちはわかりません。でもこんなの間違っていますよ。あのね、嫁子さん、あなたは親がいないからわからないだけなのよ。大丈夫、恥ずかしがらないで。私が教えてあげるから。気持ち悪い。は？そうやって私のことも洗脳するつもりですか？気持ち悪いです。なんだと、この小娘が。あずさちゃんはお店を辞めて引っ越しました。もうあなたには会いません。このスマホも処分します。何言ってんだ。私はね、毎月あの子に給与明細出させてるんだよ。家計簿も提出させて、貯金が一切できないようにしてるんだ。あいつが逃げられるわけない。古谷さんですよね、あなたがあずさちゃんを売ろうとした人。ああ、あのジジイね。金持ちの独身で会社経営もしてて地位もあるし、あずさを売るにはぴったりの相手でしょ。その古谷さんが協力してくれたんですよ。そもそもの話、おかしいと思って近づいたんですって。うちの中古娘をもらってくれ、援助してくれって、そんなことを言い出す母親がどこにいるんだって。なんですって。ああ、きっと搾取されている子なんだろう。あまり他の家族に関わるのは良くないけれど、登園という縁もある。何より母親の言ってることがあまりにもひどすぎる。そう思って助けることを決めたそうですよ。じゃあ何よ。あずさをあの男に取られたの？金は？結納金で1億くらい払える男なのよ。いや、返して、私の金を返して。悲しい人。春江さんにも過去に何かがあって、その結果こうなってしまったのかもしれません。でもそこまで考えてしまったら動けなくなってしまうから、今私が考えるのはあずさちゃんのことだけにしておきます。あずさちゃんの結婚相手として話が上がっていた高齢男性は春江さんに不信感を抱きました。実際にあずさちゃんに会ってみて、この子は母親に洗脳されていると感じたそうです。そこで逃げることを提案。でも
あずさちゃんは完全に洗脳されているので、その言葉を受け入れることができません。結婚するかもしれない相手が怖いことを言うの。そう私に相談してきたので、私は決意しました。これが、あずさちゃんを救う最後のチャンスになるかもしれない。そう思い、古谷さんという高齢男性を紹介してもらったのです。そして彼と連携し、あずさちゃんをカウンセリングへ。徐々にあずさちゃんも話を理解してくれるようになり、洗脳が解けてきている段階で、彼女を遠くへ逃がすことにしました。一ヶ月後。ねえ、嫁子さんお願いよ、あずさに会わせて。私はあの子の母親なのよ。もういいでしょ。どれだけあずさちゃんの人生を食い物にしてきたんですか。月30万も仕送りしてもらっていたんだから貯金ありますよね。そんなのあるわけないでしょ。ねえ、お願い、信頼が入るの。それにね、体調が悪くて喉が渇いて病院に行ったらさ、ヘモグロビンなんたらが高いって言われて注射もらったのよ。自分で腹にやれって、こんなのできない。本当は即入院なんだって。あずさがいないと困る。ヘモグロビン、糖尿病なんですね。しかもインスリン注射ってことは相当進んでますね。そうよ、それ、糖尿病。透析になったり、足を切断することになるって脅されたのよ。あずさちゃんが送ってくれたお金で、好き放題飲み食いしてきたんですよね。これは、自業自得ってやつだと思いますよ。この鬼、私がどうなってもいいの？いいです。は？あんたやっぱり鬼だよ、鬼。鏡を見てから言ってください。私、あずさちゃんの体を見ました。痩せ細って、それに、体中に傷があって、あなたですよね、やったの。そんなの子供の頃のしつけでしょ？人にはそれぞれの人生があります。いくら親だからといって、好き勝手することはできません。どうか、あなたがあずさちゃんの親だというのなら、お願いします。あずさちゃんを解放してあげてください。何言ってるのよ。私の老後はどうなるの？病気になって一人孤独に生きていけって言うの？そんなの嫌。お願いだからあずさを返して。彼女はあなたのものではありません。食べ物を制限して注射をして運動を頑張ってくださいね。いやだ。数日後、よめこちゃん、こんにちは。あずさちゃん、体調はどう？すごくびっくりしてるわ。ちゃんとご飯を食べるとこんなにも体が軽いのね。それに、10年以上来てなかったものが来て、抜け毛も減って、どうしましょう。よかった。本当によかった。でも、こんな生活ダメよね。神様に怒られちゃう。こんな素敵なマンションで、一人のんびり暮らせるなんて、気持ち、落ち着いた？うん。でも、最初は本当に辛かったの。どうして、嫁子ちゃんや古谷さんはいい人なのに、どうして私とお母さんを話そうとするの？お母さんに会いたい、会いたい。それだけだった。本当にごめんなさい。ううん、いいんだよ。カウンセリングを受けて少し楽になったって聞いたけど。うん、私洗脳されていたんだって知って怖くなった。世界で一番素晴らしい人だと思っていた母親がとんでもない人だった。私、ただお母さんに褒められたかったの。うん、私は親いないけど、でもわかるよ。バカよね。大人なのに。でもね、この間久しぶりにお店のママと会ったの。クラブのママさん？うん。ママも昔からずっと心配してくれていたの。もっと早く動けばよかったって謝ってくれたのよ。全部私が悪いのに。そんなことないよ。あずさちゃんはとっても素敵な人だよ。ヨメコちゃん、ありがとうね。あの、ママがね、私を抱きしめてくれたの。そうなんだ。きっと幸せな気持ちになったよね。うん。求めていたものはこれなんだなって思った。辛い時とか苦しい時、本当は母親に抱きしめてもらいたかったの。おかしいかな。あのね、あずさちゃんだけに言うよ。何？私ね、辛いことがあった時、お母さんに触りたくなる時があるの。お姑さんのことだよね。うん。手をちょっとピタッと触りたいなとか、不意に思うんだ。うん。すごくわかる。そんな時、お母さんが気づいて抱きしめてくれると、
嬉しくてニヤニヤが止まらなくなるの。お母さんとは血がつながっていないけど、それでもすごく満たされた気持ちになるよ。ヨメコちゃんと同じ気持ちだわ。私、この歳まで何も知らないで育って、このまま大丈夫なのかな。大丈夫だよ。あずさちゃんには味方がたくさんいるんだから。ヨメコちゃん、うん、ありがとう。その後、春江さんは糖尿病がかなり進行している状態みたいです。しかし、あずさちゃんからの援助はもう受けられません。生活保護も受けられなかったそうで、今は重い体を引きずりながら工場で働いているそうです。糖尿病が進行しているので相当大変でしょうね。おまけに雇ってもらえた工場も地元で噂の厳しいところ。でも、もっともっと厳しくしてほしいと思ってしまいます。私も悪い人ですね。あずさちゃんは体調を整えてから、古谷さんの会社で働き始めました。真面目な性格なので、どんどん仕事を覚えていっているみたい。そして、なんとびっくり。あずさちゃんが働いていたお店のママさんと古谷さん、なんだかすごく相性がいいみたいで、仲良くなったんですって。二人がお父さんとお母さんみたいだと笑っていました。そのあずさちゃんの笑顔が本当に幸せそうで、よかった。私もお母さんに甘えたくなっちゃった。義母に甘えるなんてと言われるかもしれないけど、本当に幸せな気持ちになるんです。ポカポカですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。